はいどうもこんにちは、ワドです。今日は2019年8月の25日、13時44分です。よろしくお願いします。飲み物でも取ろうか。今日はね、猫まちゃんとお母さんいなくて一人です。星ゆきさん、さんこんにちは、どつ。はい、こんにちは、どつ。星ゆきさんいらっしゃい。こんばんは。あ、パッチーか。いや、飲まない飲まない。今起きてね、お風呂入って上がったところだね。新居慣れてるよ、全然。お疲れお風呂お疲れっていいね、なんかどんだけ怠け者なんだっていうね。いただきます。お母さんが握ってくれたおにぎりだね。うまっ。肉味噌だ。うまい。うまいな。肉味噌？生姜と肉味噌のおにぎりだ。最高。おい、ナイビクロさん、おはよう。ああ、風船ありがとう。いつもありがとう。サンキュー。珍しく
今日は一人っすよ。一人です。のんびりんこなんね、そうよ、のんびり。はいっす、ゆいこさんお疲れっす。昨日どうもごちそうさまでした。昨日はさて、まだありがとう。たまには一人目に寂しいね、うん、寂しがり屋だから。いや、今日泊まってくって言ってたね。うん、泊まりだって。あ、今度昆布だ。味違うんだ、すげえな。肉味噌昆布、すげえな、味違う。こんばんは、こんばんは。バカごじっくないっす。ありがとう。こんばんは。うまい。頑張ろう。まあ、わかる。石野の味噌汁面白いよね。お母さんのおにぎりだね。石野がツイッターでずっと味噌汁を飲めっていうタイトルのツイッターがで、ずっと味噌汁の画像上げてんだよね。いや、困んない困んない。俺もう一人暮らし17からやってるから全然困んないね。自分で自炊できるもん。ついついお母さんに甘えちゃってるけどね。お母さんの料理うまいから。三つ目は何だろう。あ、また味違う。うん、たらこだ。たらこ、うまっ。肉味噌、昆布、たらこ、うまっ。
あ、全然普通に作るよ。アイテムありがとう。最高だね。味がバラバラってすごいよね。普通男がやっちゃうとさ、全部同じのにしちゃうけど、母は偉大だな。うん、たらこうまっ。夏が終わるね。だんだん暑くなくなってきたね。涼しくなってきたね。東京涼しくなってきた。大きさはそんなでかくないかな。コンビニの大きさぐらい。俺はパリパリ派かな。俺はパリパリ派。みすけは。しなしな派は巻くのどっちもいいんだ。中途半端なやつだなおい。なんだそれ。お前が言ったんだろ、スナスナ派とパリパリに分かれるって。分かれてねえじゃねえかよ、問題提起したやつが。おかしいだろ。んなよ、中途半端なやつな。パリパリ派だよね。うん、コーラ飲むか。おにぎりの話してないよ。海苔、おにぎりの海苔の話をしてるんだよ。おにぎりの海苔、パリパリかスナスナか、どうしようもない。タバコ吸おうぜ。炙るとうまいんだ。そうなんだ。スナの海苔って味するか。ここら辺わかんねえな。何で炙るの？ライター？海苔作ってたんだ、すげえな。コンロで炙るんだ。へえ。今度やってみようか。海苔、海苔のルーツいいな。なるほど、なるほど。
でも海苔さ、なんだか知んないけど韓国海苔めちゃめちゃうまくない？あれ不思議じゃない？韓国海苔あのうまさ異常だよね。韓国の海苔はやばいと思う。うまい。韓国の方がいい、なんか海藻みたいなの取れんのかな。なんなんだろうね。マジで言ってんのか。いやマジでしょ。韓国のり嫌い？韓国のり美味しいよね。あれはちょっと日本よりワンランク上かなって思うけど。違う？生活楽になったかどうかはね、多分ね2ヶ月ぐらいかかるんだよ。あの金銭的なことを言うと、引っ越し費用でだいぶお金飛んじゃったから。ただご飯作ってもらったりとか、とにかく楽しいね。だから生活楽になるのは多分2ヶ月後とかだと思う。多分10月末ぐらいの支払いとかが楽になると思うね。ちょっと今月来月だって、今月なんか10万超えてないもん。きついよなほんと。もう売り上げ半分以下、もうプロ配信者名乗れないよ。悲しいね。ね、25万前後、20万切ったら珍しいぐらいだったんだけど、まあ楽になると思うよ。支払いがだいぶ減るから。ただそれを下回る収入になっちゃったから、ちょっと配信頑張んねえとな。韓国海苔そのままいけるよね、おつまみにもね。あれすごいよな。いやー夏が終わるね。昨日ね、原宿に行ってデザフェス行ってきたかな。デザフェスのギャラリー下見に行ってきて、なんか展示の方法とか。その後よい子さんと原宿ボディピアス行って、ピアスの打ち合わせしていろいろやってたな。で今度佐藤さんと、佐藤さんの彼女と猫マと俺でミーティングして、ミーティング付けだったな昨日は。配信できなくてごめんよ。裏で頑張ってるから、映画とかアートとか。映像の表現もね、何個かね、このアイディアいいなと思ったのもあったし、俺だったらこうやるな。韓国海苔のおにぎりとかあるんだ。人混みだったな。新宿もプリンセスガーデンもちょっと寄ったんだけど、すごい混んでた。そうだね、進んでこうね、みんなで一緒に。
こうやりたいことやりながら楽しい人生を送って仲間増やしてこうね。ピアス元に戻ったわ。勉強になりました。こちらこそ。やめてください、そんな。こちらこそですよ。猫間の枠行ったら耳死んだ。あー、バイク走ってるでしょ。二人はね、今ね、多分ね、バイクで滑走してるはずなんだよね。配信危ねえからやめた方がいいじゃねえっつったんだけど、やってみるわとか言ってたけど、バイク乗ってた。お母さんドラッグストア乗ってんだよ。やばいよね。多分今頃ドラッグストアで爆走してるはずだよ。枠になんないでしょ。こんにちは、スティさん。今多分枠やってると思うよ。みんな今日は休み？役者目指してんだ。シルバー削れよ。超禁止だろ。役者目指してたんかい。あ、だから監督監督って言ってたんだ。俺の映画にアプローチしてたんだ。シルバーシルバー、ちょっとスタジオ片しなさいよ。でもよいこさんのね、スタジオを片付いたら、そっから配信もやりたいね、またね。あんたの映画飽きた？あ、そうなんだ。まだ作ってないけどね。まだ未完成だけど、飽きちゃったか。そうか。飽きるまで見てくれてありがとう、俺の映画。なかった。じゃあ、ゆうこさん特別枠で配役つけるから。アル中の役だな。アルコール中毒で、アルコール中毒のおじさんの役で、ちょい役で、セリフもつけるよ。アル中役。アルチュー役だったら完璧に演技できるでしょ。あー、手持ち花火10個ありがとう。アイテムナイス。ありがとうね。ナイス。あざーす。助かります。生活費に充てます。今子供をダンス、子供にダンス習わせてんだ。いいね。将来 TRF かな。イエイ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 、ウォー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 。なんかいいよね。TRF ってなんかバブルの匂いするよね。わかる？ TRF 聞くと
なんかあの浮かれてる日本を思い出す。あ、焼酎ね。オッケー、わかった。アートやりてえな、早く。こっちの生活、引っ越しとか終わって、まあ9月からあのね、完璧移行っていう感じで、こっちもあの Wi-Fi 用意したりとかも手はず進んでるから、それでやってこうね。ゆっくり準備してこう。プリンセスガーデン編が終了します。新しい猫マジッカ編が始まるから。俺は TRF の世代じゃないの。 TRF じゃなくて安室奈美恵とかの世代。アムラー世代。小室哲哉相当儲かっただろうね。楽しかったんだろうな、あの頃ね。ヒッピーホップでしょ。ヒッピーホップって、え、ヒップホップってヒッピーから来てんの。ヒップホップじゃないの。じゃあ出かけるか。ヒップホップだよね。ヒッピー。よし、ちょっとじゃあラジオに切り替えます。13位、打ち上げ花火13位じゃん。みんな打ち上げ花火ちょうだい。タイトルはこれで。ラジオになった。じゃあ日の本おっエアコンお母さん付け替えてくれってさ。あれ、エアコンのリモコンねえじゃん。ちょっと猫まちゃん、エアコンのリモコンないよ。どうしたの。ラジオになってる。あれ、リモコンがねえ。まあいっか。エアコンと OK かな。じゃあ行きます。よし、メガネも忘れてない。お財布持った。オッケーだね。行きまーす。よいしょ。はい、延長しまーす。あれ、みんな見えてる。急にコメント止まるな。あれ、見えてない。見えてんだ。よし、行くぞ。いい。暑い。でもまあだいぶ涼しくなってきたな。いい感じだ。はい、雲もいらっしゃい。こんにちは。
はい。行くぜ。いやー今年の夏は暑かったね。まあでも海行ったしね。いろんなところ行ったね。そうだね、お出かけだね。熱中症気をつけるよ。でもね、そんなに暑くないかな。ちょっと日差しは強いけど気温は高くないから熱中症倒れたりとかはないかな。大丈夫大丈夫。気温はね、だいぶ落ち着いてきたよ。もう秋に入るよ。まだ日差しは強いけど全然この時間でも出歩いてあっちとかうわーとかない、うん、暑いなーっていうそういうのはないね。いや昨日久々に新宿行ったけどなんか寂しかったね。物語が一個終わるなと思って、新しい物語新章に入るんだと思うとなんか思い出たくさん詰まってたからね。まあホームレスからよくあそこまでね普通に生活できるようになったよね。普通とは言えないかもしれないけど6年間長かったな、苦しかったな。まあでも配信やってよかったね。うん、本当に心の底から配信やってよかったよ。今日風あるのか、なんか涼しいんだ。あ、でも太陽日差し強いな。日差しが強い。し、暑いね。みんなもね、中小気をつけて。最近昼間そういえば配信あんまやってなかったな。夜型になってたからね。
爆走してる。何、バイクの音がうるさくて爆音なのかね、それとも風の音だと思うんだよな。多分ボホーボホーってずっと言ってんだろうな。バイクの配信はきついよね。コメント拾えないでしょ多分。ただ多分かそってるだろうな。バフバフ言ってるだけだろうな。多分ね、爆音なんだ。後で見てみるよ。風だ。まあ風の音はまあ大敵だからな、配信な。しょうがないよね。コメント拾ってるんだ、すげえな。閲覧50か。まあ俺も大差ねえかんな。せい。ゴーって言った。だ風だな。バイクのエンジン音じゃないでしょ。事故らないといいけどね。まあ暑いから気持ちいいんじゃん。バイクは。バイクなんか全然乗ってねえよ。バイク乗りてえな。免許欲しいな。バイクの免許欲しいわ。セミプロだね。プロ配信者じゃなくなっちゃったよ。もう2軍落ちしたから。バイク2班じゃないかな。ドラッグスターだから 50cc のバイクは2欠できないから2班だと思うよ。ドラッグスターの方で旅配信やってんだと思う。ちょっとでも面白いよね。お母さんと旅配信っていいよね。ちょっと羨ましいよな。親子仲いいっていいよね。いいことだ。やっぱバイクかな。まあ、車の免許取ってもなんだろうね、車にあんな萌えがないんだよね。便利なのはわかるんだけど面白くないじゃん車。やっぱ俺はランボルギーニ買うときかな、免許取るときは。やっぱ新車のランボルギーニから入りたいからね、俺クラスになると。あのオレンジ色のビガビガのめちゃめちゃかっこいいランボルギーニ買って、ランボルギーニから車載配信したいね。いやいや、もう目の前ですよ。ランボルギーニはもう花火何発だろうね。すぐ、ありがとうランボルギーニ代、ありがとう並び黒さん。ランボルギーニで車載やろうね。並び黒さんめちゃめちゃアイテムくれるじゃん。ビネーのおすすめいくらすんの、ハンクさん。ビネーのっていうのかっこいいんだ。後で調べてみるわ。ビネーの
え、ランボルギーニっていっぱいあんの？そうなんだ。ランボルギーニに行ったらランボルギーニしか売ってないと思ったら、いろんなラインナップあんだ。知らなかったわ。アベンタトール、種類があるんだね。乗ってたんだ、すごいね、金持ち。なんかね、車高低いし座り心地は良くないっていうね。じゃ、分かったよ、ロールスロイスのファントムで行こう。そんなにランボルギーニじゃないんだったら、分かったよ、ロールスロイスだな。ファントムかゴーストか、どっちにしようかな。ゴーストかな。めっちゃ高い。いくらぐらいした？スーパーカーに乗らないとね、スーパースターは。配信会のセレブだから。ベントレーのコンチネンタルに落ち着いたの。じゃあ、アヤジャヤキャスティングさんから花火期待していいのかな。大金持ちでしょ。バキャーンってファンタスティック、カッとくるんだろうな、花火がピカピカってね。最低で2500万、やばいね。田舎の方で新築の家建つわ。そいつはやべえや。すごいね。ビビるね。アイスカーフィー飲みたいね。カーフィーが、アイスカーフィー飲みたくない？みんな2500万の車だとそこら辺の駐車場入れれなくなりそう。まあそうだよね、どんだけ高えんだよっていうね。やだな、なんか怖いよね、貧乏人は乗れない車だよね。いやー、いいでしょう、しけもくさん、俺が選んだ女だからね。だから言ったじゃん、ぶっ飛んでるって。最初はね、みんなね、なんで猫間なのって言ってたけど、だんだん意味が分かってくるでしょ。よし！すごいよね。この前娘が泥酔してお母さん号泣して、娘その横でゲロゲロ吐いて泡吹いて倒れて、次の日お母さんが倒れたから家飲みで娘とお母さんが次々倒れる家飲みってどんだけ飲むんだよね。もうワンワンかよって思うよすげえ面白いよな。家飲みでみんな倒れるほど飲める、すごくない？これ一個の才能だと思う。家で飲んでてもあんなんならないもんね。どんだけ酔えるんだよ。退屈はない、退屈嫌い。じゃあ俺そろそろ放送切ります。皆さんありがとうございました。ありがとうね。おつおつ。